デコルテマッサージ。これも体の緊張状態が取れてるから、お客様が非常にリラックスしてるのでやりやすいんですよ、すごく。こっちの方とかも行っちゃって全然かな。このデコルテをすごく私は大事にしてて、揺らしからデコルテ、そしてハンドもやっていくんですね。顔のメソッドなんですけど、いかにこういうところが大事かってことで、リンパを流し、この時も指圧って痛いじゃないですか。でもみんな知らないとこうやるんですよ。ストレス与えます、お客様に。指の力をほとんど入れずに体をうまく使うことですね。そこから鎖骨リンパ開いていきます。まあ、こっちから見ても足の盛り上がりが全然違いますね。こっちから見るとすごい分かりますよね、盛り上がりが。揺らしすごいんですよ。ちょっと揺らしって名前じゃなくて、名前を今考えているところなんですけど、そこから肩甲骨の可動域を広げていきます。こういうのも自分の腕の力とか指の力でやらないので疲れないんですよね。で、結構皆さんお客様辞めてやってすごい疲れたっていう方が、肩ガチガチだったりとか。なのでうちのアカデミーではまず体の使い方から全部見させていただきます。どこにどういうふうにして使うことによって、深い深圧が入るかっていう。で、男の人って力があるから力でできちゃうんですけど、女の人ってそこまで筋力ないじゃないですか。それを同じように力でやろうとしたら、自分がやっぱどっか壊してしまうので、もう浸透圧ですね。よく体重を乗せるっていう、こんな50キロ60キロの人が乗ったらお客さん苦しいですね。体重は絶対乗せない。体をどう使うかです。その方が深いところにかなりの浸透圧入ります。ちょっと時間がないのでもう少しゆっくりやるんですけど、ちょっとスピードアップでやっていきますね。手を離さずに密着させてやっていきますね。それも手でやろうとするとできないんですね、こういう技術っていうのは。なのでいかに体を使うかです。手ではないんですね。技術がこう自分の我でやる技術っていうのはお客さんと一体化できないので、そういう技術をするのではなくて、やっぱりお客様と一体化して、お客様が本当にこの人なら任せられるっていう状況を作らないと力抜けないんですね。大胸筋を細かくほぐしていきますね。そこから小胸筋を緩めていきますね。そしてここの大円筋から胸郭筋を緩めていきますね。全部体をどう使うかです、はい。なのでうちのアカデミー行くと大体皆さん言うのが筋肉痛になるって言います。そこから僧帽筋から頸椎の方、盤状筋緩めていきますね。そして首から肩にかけてストレッチかけながら伸ばしていきます。
これ見て分かると思う。私手離れてないですよね。いかに密着させるかっていうところなので、強さネット付近ですね。そこからもう一回バンジョーキー入れてきます。で、緊張が取れてます。さっき揺らしして。で、この人はもうほぼ皆さんそう安心してるんです。リラックスしてこんなみんなが見てる中でも。なので首の緊張が取れてるから、要はよくゴキッとかやっても私あれ苦手なんですけど、緊張取られてないでやるとボキボキってなんかもうその後ちょっと結構痛みが出たりするじゃないですか。こうやって緊張が取れてるから首の頚椎をちょっとリリースできるんですね。ストレッチかけて。これ首の緊張を取れてなかったらこういう手技ってできないんですね。首をどんどん緩めていく。この後ろの頚椎の部分もブロックを取っていく感じです。これ手の力でやったら痛いのでお客さん余計力入っちゃうんです。手の力私一切入れてないです。ただ置いてるだけです。いかにどう体を使うかなんですね。からちょっと頚椎と首を伸ばしていきますね。そうですね、まま肩甲骨もう一回アプローチしていきますね。脊柱起立筋のあたりをしっかり伸ばしていきますね。ストレートネックの方すごく多いじゃないですか。ちょっと頚椎を緩めていきますね。首はね、やっぱりできる程度なので力でやると良くないので、本当にいかに手の力を抜いて、ちょっとこの胸の胸骨の手を緩めていきますね。ここの癒着取っていきます。ちょっとこの後手があるんですけど、ちょっと時間の関係で手を省かせていただきますね。手もね、気持ちいいんですよ。で、そこから手のストレッチとかもやっていくので。これで最後に顔に入るっていう感じですね。